どうもこんたむじょでーす。いや、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、5月といえば、まあ、最近までね、GW がありましたね。なんですが、ね、GW が終わってしまって、ちょっと残念だなっていう方もね、たくさんいるかなと思います。ね、GW といえばね、頑張れわっしょーいの略じゃないですよ。頑張れわっしょーいじゃなくて、ゴールデンウィークですからね、皆さん。間違えないように、聞いていただきたいなと思うんですけれども、皆さん、ゴールデンウィークどう過ごしてました？ね、結構長い期間ありましたけれども、まあ、一つ言っとくと、僕多分ね、このゴールデンウィークの期間、日本で、多分もうほんと上位に入るぐらい、いろんな都道府県行ったんですよ。これマジで。はい。なので、ちょっと本題に入る前に、ちょっとゴールデンウィーク何してたかっていうのをちょっとお伝えしようかなというふうに思っております。で、皆さんも言っていいよっていう方はぜひコメント欄にね、書いていただきたいなというふうに思ってるんですけれども、まずゴールデンウィーク、またいつからがゴールデンウィークなのかわかんないんですけど、じゃあまあ僕の定義ね、僕は4月27の土曜日ぐらいから、ゴールデンウィークだとしましょう。ね、その日、僕ね、日体大記録から1500メートル出ました。まあね、メインチャンネルの方に1500メートルの動画上がってるんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、1500メートル、ね、走ってきまして、いや、頑張りました。頑張りました。第1戦目。ね、で、その、会場が神奈川だったんですよ。まず一つ目ね、神奈川。神奈川県行きました。はい、一応ね。はい、で、その日の夜に、僕広島に行かないといけなかったので、27日の夜に、飛行機で広島に向かいました。はい、広島2ね、2ね。はい。で、28日になりまして、で、28日は広島で、新作くんと一緒に、ね、小学生、中学生向けのイベントをやりまして、皆さんでもね、めちゃめちゃ盛り上がって、すごい楽しかったという感じなんですけれども、その次の日が、まあ一応本番ということで、29日、ね、小田記念陸上が広島で開催されまして、これがね、タム城をね、成功タム城応援シートで、みんなでグランプリシリーズ応援しようみたいな、やつで、福島千里さんとコラボさせていただいて、みんなで応援しました。いや、これもめちゃめちゃ盛り上がりましたね。超楽しかったんですけれども、で、その日の次の日、30日も一応広島で、宮島の方ね、すごい日本三景に入る、厳島神社かな、っていうところ行ったんですけど、大雨。大雨かいみたいな。でもその動画多分ね、この明日のタム城チャンネルの前の動画で上がってると思います。ね、原爆ドーム行ったりだとか、あと広島城見たりだとか、で、その時に、クス師匠に会ったとかね、その動画多分上がってるんで、そちらも見ていただきたいなと思うんですけど、それ30日ね。はい、で、終わりまして、で、5月1日に、僕帰ってきました、一旦、千葉に。はい、まあ、千葉これ、含めていいのか、一応じゃあ、含めましょう。はい、一応ね、神奈川、広島、千葉。含めましょう。で、僕、1日は帰ってきてゆっくりしてたんですけど、5月2、3、4で僕、長野の菅平に行ってました。はい、これが何かっていうと、今話題に出てきた、ね、クス師匠の合宿でございます。はい、合宿に行ってました。2泊3日でね。この動画はね、多分メインチャンネルに、多分明日ぐらいに上がってくると思うんですけど、まあ、ハード。もう、2本多分ね、上がると思うんですけど、まあ、1本目は、まあ、こういう練習、週間みたいな感じであるんですけど、2本目がやばい。2本目多分目疑う。これ、全部やったのこれ、みたいな。この練習メニュー、全部やったのみたいな感じで、目疑う練習があるんですけれども、1500メートルに向けてね、頑張ってきたということで、動画楽しみにしていただきたいなと思うんですが、まあ、長野ね、長野行きまして、4つ目ですね、長野。で、僕4日に帰ってきたんですよ。で、4日の夜に帰ってきたんですけど、5日から僕、歌蘭の水さんとイベントがありまして、5日、5月5日ね、子供の日でございますよ。子供の日何してたかっていうと、僕、午前中に静岡でのイベント、はい、5個目ね、5個目。静岡でのイベント、で、その後、午後に名古屋でのイベント、はい、666。名古屋、ね、愛知ね、愛知。はい、で、午前午後でイベントやりまして、で、皆さんと楽しく走りましたよ。はい、で、その次の日、午前中、京都。京都でイベント、はい、7個目。京都でのイベント。ね、はい、で、その最後を締めくくるのが大阪。はい、大阪8個目。うん。午前京都、午後大阪の8個目ね。はい、行きまして。で、帰ってこようかなと。大阪の5月6日、最後ですよ、ゴールデンウィーク。最後、帰ってこようかなと思ったら、ね、ね、新幹線の、こう、チケット取ろうかなと思ったら、ね、ゴールデンウィークで全部新幹線埋まってて帰れず。帰れず、そこでね、一泊することになっちゃって、みたいな。ふざけんな、マジかよ、みたいな。まあ、しょうがないと。ということで、僕5月7の朝に、帰ってきて、ゴールデンウィークちょっとはみ出しちゃったんですけれども、まあ、無事帰ってきたということで、
なんと、7都道府県行きました。7都道府県。これ結構すごくない？で、だから1日1個ペースぐらいで行ってるよね、これね。っていうことで、かなりの、皆さんと、触れ合うことができて、とても楽しかったなというふうに思っております。はい。改めまして皆さんの思い出もね、ぜひ、この7個超えた人いたら教えて。マジで。なんか送るわ。なんか、タム上昇かなんか送るわ。7個超えてたら。これ結構すごいでしょ？ 7 個超えたら。はい。という感じなんですけれども。まあね、すごいね、頑張れましたよ。楽しみましたと。ということなんですけど。まあまだまだね、これからいろいろね、まあお仕事も、たくさん、ありまして、すごいありがたいことなんですけれども、ここで告知があります、皆さんに。はい、僕ね、実はね、解説に選ばれました。イエス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 、解説でございますね。ね、はい、400メートル通過42秒42秒、はい、早すぎるわお前。いや、世界記録出てるわ。いや、そんなんじゃないんですけど、そんなんじゃないですけど、一応ね、解説読んでいただいたということで、今ので不安になった方、いらっしゃると思うんですが、いや、頑張ります僕。はい、頑張りますけれども、どの解説かと言いますと、5月12日の日曜日ね、グランプリシリーズたくさん開催されましたよ。ね、4月末はね、僕が成功さんと言った小田記念で、5月3日に静岡国際、そして5月12日に木南記念という大会があります。その木南記念の解説で読んでいただいたぞということで、いや、ありがとう、ありがとうございます。で、今言った小田記念、静岡国際、木南記念のこの3つの大会を TBS さんが U-NEXT で配信するんですよね。 U-NEXT で、はい。で、小田記念とかね、静岡国際はね、室伏さんだったりとか、あとは福島千里さんとか、まあ、たくさんのゲストがね、こう解説したんですけれども、この木南記念、なんと YouTuber タム城登場ということで、おわー、ついに来たー、ついに解説来ました、マジで。グランプリシリーズの解説なんてなかなかないですよ。ということで、ちょっと U-NEXT で、僕もね、ちょっとね、どういう風な解説してたか、ちょっと勉強しようかなと思ったんですよ。まだ登録してない。うわぁ、何やっとんのと。登録せえやと。いうことですよね。いや、でもしょうがないと。4月の末は小田記念で僕、現地行って応援してたし、で、5月3日は合宿だったんですよ。で、合宿で、その合宿、さっき言った屈さんの合宿で、大画面でみんなで見ようみたいになって、そこが登録されてたんですよ。だから自分でちょっと登録できてないぞということで、まあ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 。でも、皆さん、もし僕と同じように、まだ登録してないよという方がいたら、木南記念は僕解説なんで、ぜひ、ぜひ今から、U-NEXT、登録していただけたら嬉しいなというふうに思っております。マジで、本気出す。でもね、これね、ちょっとどんな感じで行こうかな、みたいな。いや、僕解説とか初めてで、僕北連ディスタンスとかは、2回ぐらいやらせてもらったんですけれども、まあ、あれさ、北連ディスタンスって言ったらさ、長距離だけじゃん。ね、長距離種目ね、3000とか5000とか、まあ、1500とかありますよ。長距離はさ、まあ、僕ずっと小学校の頃からやってたからわかるじゃん。なんですが、今回、グランプリシリーズ、多分全部なんですよ。グランプリシリーズというか、木南記念の大会通して全部なんですよ、多分。なので、短距離種目とか、フィールド種目とか、いろいろあるわけですよ。これ大丈夫かということで、これさ、どういう風に知識つけたらいいかな今から。ちょっと、で、じゃあ、知識が、つけられるのかわかんないけど、で、僕ともう一人いるんですけど、田上選手っていう、僕の同級生の、十種競技の、もう、日本トップの、選手も一緒に解説やらせてもらうんですよ。で、プラス、まあ、アナウンサーの方かな。で、3人でやらせてもらうんですけど、どういう立ち回りがいいかな、僕。ちょっとそれ悩んでて、マジで。でもさ、10種競技の選手が来てくれるなら、全部、ね、聞けちゃうんじゃねと思って。逆に、だから、僕はね、まあ、長距離種目は語れるけど、フィールドとか短距離とかは、あんまりわからないから、その人にちょっと、めっちゃ振るみたいな。感じのことを考えてて、どういう作戦で言おうかな、みたいな。でも僕の立場としてはさ、そうなんかさ、本気でさ、めちゃめちゃ競技を解説してほしいみたいな感じだったらさ、トップ選手呼ぶじゃん。多分トップ選手が来て、ね、福島千里さんとかがこう言うじゃないですか。でも僕は、まあ、一応、エンタメ枠、なのかもしれないなっていうのを自分で思ってて、だからなんかその配信をなるべく盛り上げたいんですよね。なのでちょっとね、5月12日ちょっと頑張りたい、マジで。頑張りたいしか出てこないんだけど、でも一番大事なのはさ、もうノリと勢いでしょ。ノリと勢いで、こうなんかさ、もうね、地味にこうね、うーんって解説してるよりは、さあ、みんな、さあ、ここで、
ねえ、選手出ましたラスト一周ですみたいな感じで、なんか、こう、これ、まあ、これアナウンサーがやるのかもしんないけど、なんか、一緒に盛り上がれるような配信にしたいですね。やっぱり、なんか、元気が、やっぱ、あれば何でもできるじゃん。元気ですか元気ですか、これタオル巻いていこう。マジで。なんかあったらアントニオ猪木で行くわ。まあ、元気があれば何でもできるぞということで、ちょっとマジで、ノリと勢い。でも、なおかつ、ちょっと知識もつけたいなと思うんで。ちょっとラストスパート僕もいや出る人も緊張するかもしれないけど、僕も緊張してるからマジで、選手と同じ気持ちでちょっと僕頑張っていきたいなというふうに思いますんで、でこれもしさ、もしだよ、これめっちゃ頑張ったらさ、ねえ、今後もしかしたらまた呼ばれるかもしれないじゃん。いや、それをもう獲得できるようにマジで頑張りたい。はい、これがなんかね、ねえ、オリンピックとか、ねえ、世界陸上に繋がって、第二の織田裕二みたいな、感じで、タムジョーが、来たーみたいな感じで呼ばれたらめっちゃ嬉しいじゃん。これちょっと行くわ。マジで頑張る。はい。なので皆さんもぜひ、多分ね、僕がやるから、視聴数増えたら、多分、呼んでくださった TBS さん側も、多分、ね、高評価だと思うんですよ。評価的には。だから皆さんぜひ、全員来てください。これ見てる人全員で、これ聞いた人、一人10人に、宣伝しててください。10人に。はい。僕ちゃんとチェックしとくんで、数。はい。ということで、皆さんぜひお待ちしております。僕も配信頑張ります。5月12日、よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。バイビー。